とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は完全攻略ですね。やっていきましょう。今シーズンちょっと難しいです。特に序盤が、まず1回ですけども、強力な敵が多いんですよ。なので壁を使って戦ってください。そうしないと遠距離攻撃をもらいすぎて危ないんですよ、なんで必ずこっちで戦うようにしてください。このね、強力な敵がいるのよ。嫌なやつが。 OK、まあいつさえ倒してしまえればあとはだいぶ楽ですね。 OK、 危ねえ。ギリギリでしたわ。結構1回が苦手っていう人も多いんではないでしょうか。ぜひね、壁を使っていってください。で、ここブラストです。ブラストだけを取っていきます。もう最初のボスのノビ、あれがね、どうしても装備ミスると詰むんですよ。あいつは無理、装備ミスったら。なのでしっかりと装備を整えて、いきましょうね。 OK。 で、重要なのは、このブラスト、もしくは、ヘビークロスボウだね。ヘビークロスボウを持っていれば間違いないです。そのどっちかがないとマジできつい。積みます。そこ注意していきましょう。2回クリア。次、ところどころね、難しいところがあるのよ。で、ここで武器変えまーす。ソウルナイフですね。弱体化と非属性でいいと思います。蜂つけていってもいいんですけども、これ結構ね、中盤まで使います、この武器を。なので蜂よりも非属性の方が、敵をうまいこと倒せていい感じだと思います。蜂もね、途中出てくるクリーパーの対策になってすごくいいんですけども、非属性の方を今回は押します。さあ、おお、 OK。 ここ鬱陶しいよね。よし、で、できるだけ矢は使わずに温存しましょう。あとあと使いますんで、危なかったら使っていっていいんですけどね。で、種でーす。種は別に取らなくてもね、いいかなとは思うんだけども、取ると結構楽になりますんで、取っていってください。よし、オッケー。どんどんこの辺は倒していけるんで気持ちいいですね。はい、4回クリア。4回が一番楽、特に何もなく終わります。で、ここ影ではなくプレートを取ってください。プレートの方がいいと思います。で、エンチャントは何もいりません。武器の非属性をね、上げてください。影はね、最初使わない。で、今回影3回出てくるからね。なんで、後で取れば、OK。 最初はこれで耐久力を上げた方が断然攻略しやすいので、こっちがおすすめです。 OK。 いいね。で、非属性が2になるとだいぶ火力も上がりますね。一発叩いてちょっと待っとけば敵はやられていきますので、ここに限っては戦いやすい。あ、OK。 今全然失敗した。で、ここある程度敵を倒した後に開けるようにしてください。もう最初から開けに行くと、絶対やられるもんね、敵が多すぎて。なんである程度
敵を片付けてから開けに行きましょう。おい、じゃないの。よし、まあ今回あんま使わなかったけども、ブラストとかうまく使っていけばもっと安心かもしれませんね。はい、5回クリアです。ここで重要なヘビークロスボウ取ります。エンチャントはつけなくて OK です。で6回ね、6回はクリーパー注意で急に出てくるからね、もう出てくる場所はもう覚えておいてください。でブラストとか種を使ってね、安全に被爆していきましょう。 OK、 やり方さえ分かればもう全然楽勝ですね。雑魚です。おお、固まらないで。よし、 OK、6階はいりません。行きましょう。で、ここ、あのね、向こうまでバーって行っちゃうと、ダメなのよ。向こうまでバーっと行っちゃうと、もう敵に囲まれて、どうしようもなくなりますので、ここ注意。うん。もう一気に先に進まないこと。それがコツです。危ない。OK。あー危ない。エンチャント入れて火属性、うん、入れてください。これもう後の方まで使うので、最初結構フルエンチャ気味に入れていって OK です。うん、よし、 OK、 いいんじゃない。よし、で最初のね、敵が結構多い場所、あそこを越えてしまえば、もうあとはそんな敵も出ませんし、大丈夫ですね。おい、よっと、よっしゃ。では、7回終了です。7回ちょっと注意ね。で、ここ、愛のメダル、取りましょう。でエンチャントで弱体化も2まで、うん、武器はまあとりあえずこれで完成だと思ってください。おうおう、よいしょ、愛のメダル、愛のメダルめちゃくちゃいいから、今シーズンはもうかなり重宝します、まあ、毎回重宝するんだけどね、愛のメダルは今シーズンは特に、うん、まあ、やっぱちょっと今回難易度高いんだろうね。えい、8回クリア。ここ何もいりません。で9回、防具を上げたいところだけども武器を上げます。武器です。防具は敵をボス倒した後に変えるので、どうせ変えます。なのでこのまんま行きましょう。もうやり方さえ分かっていればダメージほぼ食らいません。まずブラストでぶっ飛ばします。あっ、良くないところにぶっ飛んだ。 OK ちょっとブラストで今のは全然良くないところね。よし、 OK、 完璧。ブラストでね、今こっち飛んじゃったのよ。ここに行くと落とせないんで、今のは良くなかったです。うまいことここに飛ばしてくれれば、ヘビークロスボウで持っていけるので、うん、まあむしろそうか、今みたいな事故があるから
ブラストは使わずにもうヘビークロスボウを3回ぐらい打って、うん、落とした方が無難なのかな。まあまあそれも考えてみてください。でここスノーアーマー買います。スノーアーマーでいいです。でエンチャントですけども、あ、いやいや入れない。うん、ただただこれは防御力が高くなればそれでいいので。違う、あの重要な装備はこの先にあるんだった。そうです、重要なのはこの先。よし、で武器をね、商人で上げてるのでめちゃくちゃ強い。うん、結構武器上げてなくてここまで来るとちょっと苦戦しちゃうんだよね。なので武器上げていってください。そうするとめちゃくちゃ楽です。はい、おしまい。で11回ブラストパワーアップしていきます。まあ、取らなくてもいいかな。うん、まあ、一応ダメージは上がるので取ってはいくんですけども、まあ、取らなくてもいいかなとは思います。もう落ちちゃったんでこっちから倒していきます。ダメだね、欲張るとダメだね。よしよし、欲張ると全然ダメですね。オッケー、もう欲張らずに行きます。おー、危ね、欲張んなよ。はい、やりすぎるとね、ほんと逆に遅くなるから注意していきましょう。はい、オッケー。でこれでおしまいですね。はい、でここで傭兵を取ります。まあ、さっき防具取ったじゃんと思いますけども、まあ耐久力かなり重要なのであれはその時のように取ってください。でクールダウンです。クールダウン、これが重要。愛のメダルをとにかく使っていくので、もうクールダウンがあると全然違います。 OK、 ここね、面倒なのよ。ジオマンサーもいるし、このシュルカーも出るし、クリーパーも出るしで本当に面倒い。うわ、嫌なやつ。はい、倒して、オッケー、はい、で終わりかな。まあ、13回もちょっと苦手な人多いかもしれません。注意してください。まあまあちょっと難しいんだよね。で乱射です。乱射変えていきましょう。でエンチャントにボーナスショットですね、入れていきます。おいし、おい、もう種もねそんなに強くないです。なので早めに変えたいところ。よし、危ねえ。まあまあ足止めにはなるからね。クリーパーとかの対策にはまあもってこいの装備ではありますよ。よっしゃ、いいね。結構ここもね敵が出るのよね。よし、オッケー。よし、意外と多い。当たった？当たってないな、そんなに当たってねえな。よし、
では14回終了。次に行きましょう。でここでね、ようやく影を取ります。ここで影取っていい。種だね。種と交換です。もうソウルも大体溜まってますので、まあ、序盤取っとくと、まあ、確かに安全策にはなるんですよ。若干安全にはなるにはなるんですけども、よし。それよりも序盤が結構難しいと思うので、あそこで、まあ、プレートアーマーの方が、まあ、間違いないかなと思いますよ。よし、 OK。 もう意外と敵のね火力が高いんで、十分注意して行かれてください。次、でここ愛のメダル、ダブル愛のメダルで OK です。クールダウンが3入っててバシバシ使えるんで、この状態での愛のメダルが相当強い。はい、もう任せといていいもんね。よし、いいね。でまたすぐに、ああ使えるようになるんで OK です。いけ、いいねいいねいいね。でまた愛のメダルをどんどん使っていく。風使い鬱陶しいからね。で奥の方に箱が一応ありますけども、まあ矢たくさん持ってるのであれば取らなくていいと思います。でここで武器を槍に変えます。槍、さすがに火力がもうあんまりないので、槍でいきましょう。で旋風ね、旋風入れて、旋風入れてください。すごい役に立ちます。もともとこの自分の近くの敵に対してあまり強くないので、そこにねこの旋風がついててくれればめちゃくちゃいいですよ。当たった、当たってる。お、いいよ。あ、ダメだっか。いけたかなと思ったんだけどな。こっちか。あ、でもね、かなり順調にいけてましたわ。オッケー、終わり。いや、まだいる。そこかい、分からん。そんな端っこにいてもらっても困るね。はい、何もいりません。次で、ここ結構むずいです。ここむずい。まずこっち側で戦うことが重要。いきなり中央には行かないように。でマグマキューブの火力がえぐいので、極力ダメージをもらいたくないところ。まあ、愛のメダルあるんで、なんとかはなります。できれば、危ねえ。愛のメダルは、マグマキューブに使っていきたい。危ねえ。よいしょ。完璧です。あとは向こうにもう任せとけば倒してくれるでしょう。いけたね。あ、いや、まだいたんかいお前。よしよし。でももうこっち全部片付け終わってるので、あとは置くだけだね。愛のメダル使っていけばまあいいんですけども、まあ近接で戦っていきますね。はい、オッケー。やっぱりね、旋風がかなりいい感じです。はい、でもここで斧に変えます。やっぱボス戦はこっちがいい。ボス戦は断然こっちで、
反逆者だね、反逆者に変えます。おい、でエンチャント入れてくださいね。ガーストとあと虚無とクリティカル、虚無は2でもいいかもね。でクリティカル3の方が、火力は出たかもしれない。まあいいでしょう。極力ダメージは食らいたくない。まあ大丈夫ですね。はい、愛のメダルをうまく使いつつ、なんかクリティカルがうまいこと出てくれなかった。まあまあちょっとは出たけどね。えい、ここ何もいりません。次まずはこっち側から開けていきます。愛のメダルがあるんで全然いけますよ。 OK、 もう結構ね任せていって OK。 よし、いけ。ここか。はい、終わりだね。うん、やっぱダブルアイのメダルはねめちゃくちゃいいのよ。で呪いの斧変えていきます。まあ変えなくても OK、 うん、でもまあ全然変えていって OK です。こんな感じでいきましょう。もうね、こんだけの装備が揃えばあとはもう余裕です。余裕、もう難しいの今回結構序盤に詰まってるんで。よし、お、いいね、凶暴化が結構発動率がいい。いつも全然発動しないんだけど、いや最初だけか最初だけだった。やっぱ 10% そんなもんですよ。うん、 10% そんなもん。はい、よし、終わり。はい、楽勝、一回クリア。でパワーシェイカーは取ります。うん、これがないとボスがちょっと時間かかってしまうのでこれだけは取らせてください。 OK、 まあね、アイドメダル1個あれば全然いけるんで大丈夫です。 OK、 で影化もまあどんどん使っていって OK かな。こことか結構使っていくといい感じになります。ナイス、よし行こう。ちょっと待って全然良くなくなった。なんかちょっと、うん、一気に倒してかっこいいところを見せつけようかと思いきやただの下手くそでしたね。何もいりません。影の断片をね、新しくしていってもいいんですよ。影化の時間が、まあ、1秒ぐらい長くなります。でも1秒だったら、まあ、そんなにいらないかなとも思うのでつけません。攻防が入ると強いよね。攻防が強え。あーん、いるね。OK、まあ、ネクロマンサーとかはちょっと注意してね戦っていくといいです。危ねえ危ねえ、食らってるしちょっと危ねえ危ねえ、危なっ。危ない危ない、よし。まああそこに出てきたやつらが、まあ、一番の危険なやつらなんで、あそこを倒したりすればもう大丈夫。ちょっと待って、こいつ寄せとかんといかんよね。
よし、矢はまだあるけど、まあ一応取っていこうか。一応取っていきます。いけー。うん、結構危険なやつら多いよね、24階って。まあ一応注意してください。特にクリーパーね。うん、まあリープリーフもネクロマンサーも全部注意なんですけど、気をつけていきましょう。はい、オッケー。でここうまいこと愛のメダルが決まれば早いんだよな。どうでしょう、決まってくれるかな。おい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 、ちょっと待って待って、わけわからんくなってる。え、何これ、え、どこ、あ、あー、何今の、わけわからなくなったんですけど。おー、なんか変になるのやめて。何が起こったのか全くわからなかった。なんか急に囲まれてね。おお、うまくいった。このタワーガードが仲間になるの最強です。ちょっと待って、しっかり倒していかないとまた戻らなきゃいけないからね。いや、なんか変なところで時間食ったな。ナイス、いい感じ、終わりかな。はい、25回おしまい。弓変えていきます。で持ってエンチャントで、キョブさんとテンポセフトですね。キョブさん重要です。まあまあ、うん、そんな使わんじゃ使わんでもいいんだけど、一応3まで上げちゃいますね。 OK OK、 いけ、いいやつ仲間になった。あー、落ちくらった、くらっちゃったね。ちょっと、こいつは愛のメダルでいきたい。ナイス、あいつは愛のメダルよ。あ、でももうやられてる、早くない？もうちょっと生き残ってくれるかなと思いきや、多分クリーパーの連続攻撃でももらったんでしょう。しゃあ、26回終了。ここでボーンクラブ変えちゃいます。でエンチャントですけども、まあ、とにかくまずはクリティカルと非属性で、あとあと凍結がいいかな、うん、凍結か輝き、まあ凍結だろうね。振りが遅いやつなんで輝きとの相性は良くないです。まあ別に何も入れなくても良さそうだけどね。はい、はい、はい、よし、あと1回出るかな。うん、 OK、 まだ来るか。では先にいきます。いけ、もう敵多いのよ、意外と敵が多い。よし、よっしゃ。でもまあこの装備だからやられることはねないと思うんですけど。しゃあ、27回、何もいりません。
っちゃいましょう。で28、まあ、通常ステージラストですね。ここがちょっと難しいので気をつけていきましょう。このネクロをまず最初に仕留めきれれば、まあ、だいぶ楽かな。あそこのね、狭いところで出てくるネクロがうっとうしいのよ。よし、いけ、ナイス。で下2体いるのよね、雑魚が。よし、28終了。はい、いやー一応取るか。で商人でボスですね、いりません。まあ、そうね、ボスの攻撃力高いので、今ので防具変えていってもいいのよ。いいんだけども、まあ、今回は火力重視がいいかなと思うので、そのまんまです。で、ここ、パワーシェイカーを上げます。うん、クールダウンが入ってるので、パワーシェイカーでいくと、結構早くいけるかなと思いますよ。はい。で、エンチャントですけども、まあまあ、さっき言いました。まあ、凍結ですね。もしくは輝きでいいと思います。サクッと倒しましょう。OK。あ、おい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 、ダメージなかったんかい。やったでしょ、今のは。よっしゃ、うん、オッケー。よっしゃ、虚無アタックでは頼む。そろそろなんか欲しいよね。いやー全部ノーマルじゃん。いりません。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。